皆さんこんにちは、HCO の葉月です。この撮影は4月6日のものです。安倍総理は4月6日緊急事態宣言を7日に出すことを決意表明いたしました。期間は1ヶ月、でも状況次第で伸びる可能性もあります。ようやく発令されますが、では一体どういった内容なのか。ロックダウンとの違い、他国との違い、結構わからない方が多く、パニックになってる方もいらっしゃるようなので説明いたします。バーやカラオケなどの娯楽施設に対し特に強く休止を要請する。学習塾や遊戯施設、商業施設にも休止を要請。都で検討が進められている緊急事態借地は知事の権限で実施されるもので、東京都全域を対象に不要不急の外出自粛を求め、イベントの開催などを制限。そしてカラオケ、パチンコ店、キャバレーやバーなどの娯楽施設には特に強く休止を要請。大学や学習塾、商業施設、遊戯施設には基本的に休止を要請するということです。また幼稚園や小中学校、高校などにも休止を要請しますが、保育所や障害者施設、高齢者施設については感染防止対策の協力要請にとどめます。一方、社会生活を維持する上で必要な病院やスーパーマーケット、公共交通機関や銀行、工場や飲食店などは感染防止対策の協力を要請した上で業務を継続とします。安倍総理は6日国内総生産 GDP ですねの2割にあたる事業規模108兆円の緊急経済対策を実施すると表明しました。6日都内で新たに83人が感染していることが確認され、4日が117人、5日が143人と2日続けて100人を超えてました。6日の時点でこれまでに都内で感染が確認された人は合わせて1116人となりました。感染が急速に広がっていることを受けて、引き続き不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。緊急事態宣言の対象となるのは7都道府県であり、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7つです。1ヶ月程度の期間を目安として、感染につながる人と人との接触を極力減らすため、国民の皆様にはこれまで以上のご協力をいただくとともに、医療提供体制をしっかりと整えていく、そのための緊急事態宣言だと述べました。そして日本では緊急事態宣言を出しても海外のような都市の封鎖を行うことはなく、必要もないというのが専門家の意見だと述べた上で、電車などの公共交通機関は運行し、スーパーなども引き続き営業するという認識を示しました。また経済社会活動を可能な限り維持をしながら、密閉、密集、密接、この3つの密を防ぐことによって感染拡大を防止していくという、これまでの日本のやり方には変わりなく、これを一層強化、そして徹底をお願いするも、そのため対象となる地域の皆様には冷静な対応をお願いしたいと呼びかけました。それではですね、日本と違って他国はどのような内容なのか比較例を出していますね。オーストラリアは不要な外出や2人以上で集まったりしてポリスに捕まったら半年禁錮刑か70万円相当の罰金です。次シンガポール行きます。シンガポールは対策として新法を導入しました。人と接触する機会を減らす社会的距離、違反者に1000シンガポールドル、約76万円ですねの罰金、もしくは6ヶ月の禁錮刑です。日本の緊急事態宣言は他国のロックダウンとは異なります。強制力を持たず罰則があるわけではありません。
まあ、各都道府県の知事がイベントや施設の利用制限を指示するもので、強制力を持たず罰則もなく緩やかな手法で感染を閉じ込めるものです。今の日本だと法律上海外のようなロックダウンはできず、全てにおいて要請指示にとどまり、罰則規定はなしです。法律でないので都市封鎖や外出禁止はできません。都民への外出自粛要請、施設の使用制限に関する事業者への要請、生活必需品の販売や金融サービスは社会生活を維持する上で必要なため営業するよう求める、都民や事業者向けにコールセンターを設置。まあなんだかいろんな都市伝説的な陰謀論や偉人の予言説など飛び交ってますが、そんなことはどうでもいいんですよ。まあ、個人的にはビル・ゲイツの話は面白いとは思いますけどね。わからない人は調べてみてください。でもそんなことを考えてても言い合ってても何の解決もしないし、生産性すらないんですよ。人間は弱い生き物なので、現状のような窮地に立たされた時に他責にしたり犯罪を犯す人もいます。すでにロックダウンされた他国では暴徒とかした人々が犯罪を犯しています。日本はまだ治安が良くて、生活保護受給という国から守られている制度がある以上、贅沢しなければ最低限の生活、生きていくことは可能なんです。恵まれている環境なんですよね。日本は平和ボケしてる、危機感がない、即断即決もできず行動が遅いと各国に笑われてたり心配もされてますが、全くその通りだと私も同意です。そして緊急貸し付けや助成金だけではなく、やっと給付金額も決定いたしました。低所得世帯、非課税、収入半減世帯にしか給付されないとしても、1世帯30万という金額は他国よりはるかに高額なんです。さらには無担保無利子の貸し付けだけではなく、フリーランス、個人事業主、中小企業、大企業にも莫大な給付金が決定しています。ですが同様に審査水準はもちろんあると思うので、全員がすんなり受給できるわけではありません。本当は国民一人一人に分け隔てなく給付するのがベストだと私は思うんですけど、また大打撃を受けている都内のバーやクラブ、カラオケ店には支援金給付も決定しています。今日本政府は国民からクレームの嵐ですが、もとより利権大国なのを知っているので、日本に在住している以上これどうにもならんなと。生活や経営を維持するには一時的にでも今出てる国の緊急対策の貸し付けや給付に頼るのと、友達や家族、仲間たちだけではなくて、日本人しかり世界中の人々が助け合って頼れるところには頼るしかないと思います。現状かなり窮地な死活問題ですが、まあ命さえあれば人間人生は何度でもやり直せますからね。そしてもともと日本は多額の負債がある国ですが、日本が許されている奥の手である最終手段、日銀の引き受け国債を追加発行までしました。ましてやオリンピックの損失額まで IOC に日本がかぶれとまで言われています。それがどういう意味なのかお分かりでしょうか。日本は法律上正式なロックダウンはできませんが、世界各国真っ先に次々とロックダウンし、ペナルティまでつけ国民の人命、生活を守ってる意味、このウイルスがそれだけ驚異的な殺戮兵器だということです。ある意味今回の件はウイルスとの第三次世界大戦だと私は思っています。以前の動画を視聴していただいた方は多少なりともこれまでの背景や経緯を把握しているとは思います。わからない方は即見てください。
1回で分からなければ何度でも見てください。別に再生回数が欲しいとかそういうわけじゃないんで。頭で理解するのと行動することはまた違います。自粛という行動を徹底してください。国からは人権がある以上強制命令はできません。要請しかできません。国民一人一人が危機感を持ち、これ以上のクラスターオーバーシュートを発生させないように自覚してください。もはやストレートに言います。死にたくないなら、大切な人たちを守りたいなら徹底してください。他人に移したくないと思えば変われるはずです。終わりの見えない戦いに不安なのはあなた一人だけではありません。世界中の人々が同じ心境なんです。そしてこれを機にもっと世界に目を向けてください。自ら学ぶ姿勢をとってください。今できることを考えてください。それから今から話す情報は日々私が必死になって世界中の今あるデータや人脈からかき集めたものです。いろいろと協力してくれてる方々には本当に感謝しております。まずこのデータに基づいた話なんですが、このウイルスは非常にややこしくて、現状世界に8型も蔓延しています。さらには100遺伝子変異、進化系の変異しながら蔓延していくウイルスです。そこはシンプルに皆さんご存知だと思うんですけど、8型もあって100遺伝子変異と知った時にかなりの衝撃を受けました。そしてこの型数はさらに増えていくと、ましてハイスピード感染で再感染もあり、二次被害三次被害と出てるので、どんどん強くなっていくウイルスなので、それはワクチン開発が追いつくはずがないなと。幸いなことに今のところ日本を含めてアジアに蔓延しているウイルスは、持病がない人や免疫力があれば軽症中症で済むウイルスだそうです。そしてオーストラリアの医療機関で判明していることなんですが、日本人の皆さん子供の時に BCG いわゆる反抗注射っていうのをした方多いと思うんですけど、免疫があるそうなんですね。でこれ知った時になるほどなーって思ったんですよ。日本の感染者数死者数が他国と比較してまだ抑えられてるのは、花粉症や風邪など元からのマスク文化やスキンシップの少ない風習もありますが、 BCG 文化も理由の一つなのかと。それから治療薬候補として治験を進めている回復に効果的な富士フィルムのアビガンですね。中国とドイツですでに回復結果は出ています。そのため約30カ国から外交ルートでアビガンの提供要請があり、日本政府から所要の量を無償で供与すべく200万人分の備蓄を目指すと。政府はアビガン提供の見返りとして投薬データの共有を求める方針です。それから注意点なんですが、解熱剤の種類ですね。このウイルスはイブプロフェン系を好むようで反映させてしまいます。頭痛熱などあるときはアセトアミノフェン系を服用してください。あとはシンガポール企業がウイルス検査を10分以下で行えるキットを開発しました。精度は 95%、 4月中には使用開始の予定です。それからこれもオーストラリアなんですが、寄生虫治療薬イベルメクチンを1回投与した結果、48時間以内に増殖しなくなったと発表。商品名はストロメクロール。この実験はまだ人体に投与したわけじゃないので、安全性の確認はこれからみたいです。普段の日常からの予防策は皆さんご存知だと思うので割愛しますが、重要なのは
医療機関を守ることだと思っています。医療パンクを起こしたら守れるはずの命すら守れなくなります。オンライン医療も導入されてますから、率直に言うと何かと騒いで無駄に医者に行くのはやめようという話です。医者が感染してバタバタ亡くなってしまったら、それこそどうにもならないです。まだまだ不明なウイルスですが、ちょっとでも収束への希望が見えてきたと前向きに感じてもらえたら嬉しいです。一日でも早くワクチン開発と収束することとともに、これ以上の被害が生まれぬようリスクを最小限に抑えられることを心より願っております、という個人的な意見でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。